今度の都知事選なんですが、山本太郎さん思うことがあったら お話ししてください。都知事選ですよね。皆さんワクワクしてますか？マニアックな人しか拍手してませんよ。多くの人々にとってはもうどうでもいい話なのかもしれない。でもものすごく重要な話なんですね。どうしてかって言ったら、東京都ってむちゃくちゃ力持ってるんです。実はご存知の通りだと思いますけれども、一つの国ぐらいの経済力を持ってるわけですよ。はい、まあそうですね、一般会計で8兆円ぐらいで、全体的に見れば、16兆5千億で、他の国と比較してみればスウェーデン並み、チェコ並みの経済力を持っているのが東京なんです。何だってできるんですよ。国がポンコツでも東京都のトップがしっかりしてれば、国に対して圧力かけられるんですよ。本当はそういう緊張感が生まれるような政治が行っていかなきゃ、これだけ腐り切った国会なんてなかなか変えられないですよね。そんな中で次の、都知事選というのは非常に重要な話だと思います。小池百合子さんもまた挑戦されて、そして蓮舫さんも出られてみたいに、いろんな方々がエントリーされてますけれども、もう皆さんの中ではどなたに投票するとかってことは決まってるんですか？それとも、その選挙に投票するよりも、深酒しちゃったらそれはもう選挙もなしになっちゃうかもなみたいな感覚なんですかね。正直私も東京都民だけど、どこに入れようかなということは非常に迷うところです。一方で私たちは政党なんですね。小さいですけれども、そういった意味で今回どういった態度で、都知事選に臨むかということも非常に重要なことになっていくんですけど、今のところまだ最終決定はできていません。なので皆さんにそれをお伝えすることはできないんですけれども、まあたくさん出てるけれども、できる限り多くの人たちの主張を見ていただきたいんですよ。一体何がしたいのかってこと。私も都知事選出たことあるんです。2020年でした。2019年の夏の参議院選挙で私はバッジを失ったんです。国会議員でなくなったけれども、作ったグループは政党になったんです。で、その政党でバッジを失った代表になってたんですけれども、次の衆議院選挙っていうのがいつあるかわからない状態でコロナが来ちゃった。そのコロナの中で国の動きが遅いということがあり、今東京のトップを取れるんだったら、これは国がやってないことをやらせられるっていう立場になるな、そう思って立候補したんですよ。で、東京都っていうのはこれは紛れもなく、自分たちで使えるお金のみならず、貯めているお金のみならず、新たに都債、国債みたいなものを発行してお金を調達することもできるんです。だから13兆円の、巨大な財政出動で、このコロナで困ってる人たちを徹底的に支えるっていう東京都オリジナルの政策を作ったんですよね。だから私が立候補に名乗り出るまでの間結構時間かかっちゃったんです。後出しみたいになっちゃったけど、だって政策も決まってないのに手挙げんなよってことですよ。東京で何したいのって、やること決まってんだろって、そう言われるのも自分も嫌だし、実際に有権者としてこの人が何をやりたいのかってことを明確にするために、さまざま政策を作って臨んだんですけれど、結果としては当然及びません。はい、そういう結果がありました。なので次の東京都知事選、この先どうなるか分かりませんけれども、皆さんにはぜひ、面倒でも政策の中身を見ていただきたい。東京都は日本の人口の1割というものを持っていて、そして巨大な経済圏を持っているわけですから、この力があれば何だってできますよ。何よりも東京は間違いなく首都圏直下が来るんですね。その首都圏直下を見てたら、今の国の対応じゃ多くの人が餓死すると思います。助けは来ない、あまりにも広範囲で激しすぎるから、食料さえ届かないってことが当たり前に起こると思います。皆さんご存知ですか、能登半島地震、1月1日元日に発生しましたよね。で、能登半島の一番トップ先端、これ珠洲市っていうところですけれども、珠洲市で初めて炊き出しが行われたのいつだと思います？1月6日なんですよ。5日間、これ自分たちで何とかしたってことですね。で、この時点で3000食近くは用意しなきゃいけない、珠洲市だけでっていう状態だったんだけれども、自衛隊が用意できたの100食だけなんですよ。何やってんのって。自衛隊が悪いんじゃない、自衛隊に支持する政治がポンコツなんですよ。地理的不利というようなことも考えた上で、半島であのような地震が起こったんだったら、当然少なくとも水と食料は大量に送り込まなきゃダメじゃないですか。もちろん人員も。その上で1月6日にやっと100食作れるような状態になっちゃってたっていうのは、これ
本当にまずいことなんです。これだけじゃない、他の町では初めての自衛隊の炊き出しがもっと遅かったところがあります。いつですか？1月28日ですよ。1月1日元日に発災したのに、1月28日に初めて自衛隊の炊き出しが行われ、提供されたのが300食です。自衛隊が悪いんじゃないんですよ。自衛隊を支持する、指令する、自衛隊に対して指示を与える政治がポンコツだと、こんなことになるんですよ。で、例えば先ほどの珠洲市だったら2600食の弁当をこれ準備しなきゃいけないという状況に最近までなってたんですけど、これを急に500食に絞るってことになったんです。ひどくないですか？水出ないんですよ。上下水道、家で蛇口ひねっても通らないんですよ。復旧率って呼ばれているものは、水道本管一番太いものが応急処置によって通ったけれども、太い水道管から枝分かれして近所に流れてくる、その近所に流れてきたものを家の中に引き込むという、その配管が破断している家が多いわけですよ。いわゆる敷地内漏水ってやつですね。多くの家で蛇口ひねっても水出ない、そして下水も通らないというところでもう5ヶ月以上生活してるんです。そこでどうやって料理すんの？どうやって生活すんの？やってみろよ国会議員って話なんですよ。そこに対して2600食お弁当1食ですよ。たった1食、1食2600いるのに1食しか提供していないという状況の中で500食に絞られたんです。その理由何だと思いますか？夏場だから食中毒怖いからって、いい加減にしろなんですよ。日本という国は夏場には豪雨であったりとか様々な台風災害が起こって、夏場でもお弁当や炊き出しは普通に行われることなんです。どうして能登だけこれお弁当絞るのよって、ありえないでしょ。国の言い訳はそれは自治体が決めたことだって言うんですよ。珠洲市が決めたことなんだからって。珠洲市が決めたことであろうとなんだろうと、現実を踏まえていないということを国が調査をしたり確認をしたならば、これは助言すべきなんですよ。それじゃまずいぞって、当たり前のことですね。これによってどうなったかってことですよ。でもう一個、これどうしてお弁当を減らすんですかってことに関して、市内の店舗、地震で壊れたりいろんなことがあったけど市内の店舗で営業再開してるところがあるでしょって、そういうところをお弁当が出ちゃったら経済が回んなくなる、そこにお金が落ちなくなるよねってこと言ってるんですけど、何言ってんですか。上下水が通ってない中で飲食店を復活できてるところなんてわずかなんですよ。だとするならばお弁当を絞るっていうんだったら少なくとも金券出せよってことなんですよ。そうすればウィンウィンになるじゃないですか。なんとか一食手に入れなきゃいけない人たちと、そしてその一食を作れる人たちとっていうところをつなぐのは、そういうことができるはずじゃないですか。そういうお金はどっから出ますかって言ったら災害救助法なんですよ。一般基準というものがあって、1日3食1230円という枠でやりなさい。けれどもこれは足りない場合には協議してあげてもらえるんです。例えばあれは数年前に起こった千葉県での台風15号の被害の時に、この一般基準という値段が1230円そこらから3000円ぐらいまで上げられたっていう事例もあるんですよ。だったらやってやれよって考えてみてください。石川県含む様々なところで保守王国、圧倒的に自民党が強い、自民党しか勝たんというような地域ですよ。その人たちがこんなひどい目にあったとしても、どうして本気でそこに取り組まないんだっていう、それを考えたら、それほどの熱烈な支持がある地盤でもそんな目に遭うんだから、それ以外の地域に住んでいる自民党支持してない人なんてもう簡単に切り捨てられますよ。自民党支持してても簡単に切り捨てられますよ。そもそも政治自体は誰かのためにやっちゃダメなんです。一部のためにやっちゃダメなんですけどね、全体のためにやらなきゃいけないっていうのが基本なんですが、まあ、とにかくですね、こんな状況の中、岸田総理がこれまで被災地に対してどういうことを言ってきたかってことを最後にご覧いただきます。はい。地域のコミュニティが守れるんだろうかという不安に応えなければならない。被災者に寄り添い、できることは何でもする。被災者の皆さんが一日も早く元の生活を取り戻せるよう先頭に立つ。できることは全てやる。やらなければならないことは必ずやる。地元の伝統工業、農業、漁業は日本人にとっても大きな誇り。政府としてしっかり取り組みを支えていく。いろんなこと言うてるんです。全部リップサービスなんですよ。
全部リップサービスなんですよ皆さん、本当にいい加減にしろ。私も現地8回ぐらい入ってて、でいろんな情報もらうじゃないですか、やり取りして、で現地にも聞き取り行ってから質問してるんですよ。でもそんな話はないって、県とやり取りしてるから、市と直接やり取りしてるから。でも被災自治体、被災した地域の自治体ってやることいっぱいなんですよ。いろんなことに目配りできない状態っていうのを国でサポートしなきゃいけないんですけど、そういう応援人員をどんどん撤退させていってるんですよね。ありえないことが次々に起こってると。で最後に言いたいのが、能登半島っていうのは日本の国土の何パーセントですかってことです。こちら能登地方の北部に位置する六市町、6つの市町村、これは日本国土全体の 0.45% なんですよ。日本の 0.45% の地域に対してもこれ全力で取り組めないというような状況で、この国どうやって守るの。国民の生命の財産を守るとか言ってるけど、あんなん全部嘘ですよ。だって 0.45% のとこさえ守れてないんだから、むちゃくちゃです。でこの先やばいのがやはりこういった問題です。首都圏直下地震、これ日本国土の 7% なんですね。で南海トラフ 31%、 日本国土の。これを考えたときに 0.45% の地域でさえも今みたいな状況であるならば、東京で大きな災害、首都圏直下が来たときにはこれは国は頼れない。今のままの国では、自民党では無理。そう考えたときに、これは東京の都知事選びっていうのはものすごく重要なんです。その人が防災隊長になるんですよ。その人の防災への考え方だったり、これまでの関わりっていうのをものすごく重要になってきます。あなたの命を守れるのか、大切な人の命を守れるのか、そういった部分もぜひそれぞれの政策を見ていっていただいて考えていただけたらというふうに思います。すいません、都知事選この人に投票してねって言えたらね楽なんですけれども、なかなかいろんな人たちが立っている中で、私たちも方向性をまだはっきりと最終的に決められてない中で明言することが難しい状態であります。皆さんの、政策の掘り下げなどですね、そういうところでぜひ深めていただければというふうに思います。